ドリームトーク、この番組は会社の経営者の方、また団体の代表の方、業界のプロフェッショナルな方々に今までの道のり、また今感じていること、いろいろとお話を伺っています。さあ今日はですね全県経営指導センターの経営学博士、天本しさんにお越しいただいていまますすよよろろししししくくおお願願いいたします、はいよろしくお願いいたたはます。 まず、天本さんのお仕事、こちらのですね全県経営指導センターなんですけれども、こちらではどういった業務をされていらっしゃるんでしょうかそうですね、あのうちの方はですね、やっぱりあの会社の経営改善ですね、悪くなった会社をどう立て直すとか、それから倒産しそうな会社をまたその生き返すとかですね、やっぱりそういった中でマネジメントを中心にですねやっておりますし。 あるいはまた社員教育ですとか、新入社教育とかね、まあ、そういった教育関係と経営の方の指導しております。経営コンサルタントということにもなるんでしょうかね。そうですね。通常、まあ経営コンサルタントというふうに言っております。そして天本さんは今までですね、多くのメディアにもご出演いただいていて、NHK のテレビだったりラジオだったり、また日本テレビの番組などでもいろいろとこの経営に関してお話をされていらっしゃる。 そうですね何かありますと局からあ飛んできてくるとかお呼びがかかって、えー、解説をさせていただくようなお仕事もしております本当に日本全国あちらこちらでセミナーを開いて経営者の方々にお話をされたりということもされてますので今日もですねそんな天本さんのいろんなセミナーや講義の中でちょっとその一端を皆さんにも、ね、聞いていただくことができるのかなということで楽しみにしたいと思いますよろしくお願いしますすよ、はい、よろろししししくくおお願願いいいいはたします。 さあそれではですね今日はですねこの経営コンサルタントをされています天本さんにお話を伺いますけれども、まあ、経営っていうと、まあ、一口に言うとですねなかなかあの社長さんが苦しんでらっしゃったり一人で考えたりっていうこといろいろあると思うんですけどもやっぱり会社をきちんと維持していく、まあ、社員の方を守るということにもなるのかもしれないんですけど会社をまあ倒産させずに維持していくということが一番大きな目標というか。 課題ではないかなというふうに思うんですけれども。ただ経営の状態、経済の状態によっては、なかなか難しい局面にも。ぶつかったりしますよね。そうですね。会社っていうのは、あの生き物ですからね、えー。なかなか経営は難しいですね。今おっしゃった通り、あの経営者っていうのは、あの非常に孤独なんですね。なかなかあの相談する人がいないんですね。はい、で、一人で悩んでるうちに、だんだん経営がおかしくなってしまうとかいうケース。こういったのは、たくさんございますね。 でやはりあの今お話があったように経営の中で一番必要なのが人と物と金それから会社の持っている技術とかいうノウハウですね、うんえー、こういったものがあの総合的にうまくかみ合わってですね効果が出ていくような経営をしなくちゃいけないということなんですけどもなかなかその辺がバランスよく回ってくれないというのが実態ではないいと思いますねそのバランスよく回っていかない それをバランスよく回っていくようにするにはじゃあどうすればいいんでしょうか。うん、そうですね。やっぱりあの経営はですね、まあ各社違うんですね。そして各社とも問題点があるし、またいいところもあります。で、私どもはやっぱりまず会社のですね状態を見るに、まあ、決算書、会社のあの損益計算書、貸借対照表書とかですね、こういったようなものをですね見ます。 これはあのご承知の通りその会社がその1年間で働いた結果が数字として現れてくるのが決算書なんですね。うん、これは税務署に届けたりですねそれから広報したりですね、まあ、こういったようなものがあ,のあるんですがで非常にそういった今お話しいただいているようにあの非常に経営のピンチの企業にはですね、うん、やはりこの決算書がやっぱりこうすごく悲惨ですね、うん、え債務長官になっているとかね、はい それから自己資本がないとかね、こういうところは目立つんですね。うん、こうなるとなかなかあの元に取り戻すのは難しいかなっていうようなところもたくさんございますよね。はい。まあそのやっぱりお金がない債務超過になっているっていう事態はあのできるだけ避けたいと思うけれどもなかなか避けられないでそこまで行ってしまうという企業もあったりすると思うんですけれども、そうなる前にじゃあ。 何をまず考えて、経営をしていくといいっていうふうに、山本さんは教えてらっしゃるんでしょう,かうん。そうですね。まあ、いろんなケースがありますし、まずね。企業の悪いところは、社長さんが、まずお金が給与は取れないとかね。はい。ええー、逆に、社長が自分のお金を、会社に積み込んでるとかね。うん。それで、普通ですと、そのまま積み込んだままなっちゃうんですね。うん。で、やっぱり、それから、また、あの、ご支払いが遅れてるとかですね。 から銀行への支払いが停滞しているとか、うん、まあこういうような状態がよくございますね。うんはい、からそう,いったそういった中でもねちょっとおかしいのがですね経営者はあの一生懸命、えー、銀行の借り入れを優先して返してるんですよ。はいえー、ですからそうするとねんか一つこの辺で間違ってるんじゃないかなという気もするんですね。 もう私ともよく社長こんな経営苦しいのになぜ銀行に一番先にお金返すのって言うといやそういう約束で借りてますからとかね、うん、でこれは違うんですね、うん、本では次に申し込んだ時に借りられないと困るからだから一生懸命失神、えー、になって一番先に返してるとかね、はい、で言うと今度社内の内部留保がなくなってしまうんでだんだん会社がもっとおかしくなってしまうこの辺がやっぱり一つの経営者の 考えたこところであり、やはりそれをもう少し訂正するようなところがたくさんございますね。うん、はい。はい、銀行にまず最初に借金を返そうって思わない方がいいわけですね。うん、えまあ、あの返せるは一番返さなくて。はい、本来そうなんですけど、はい、会社が本当にもう窮地になっちゃった場合に。うん、やっぱりいろんな形で支払いの順序というのものもございます。はい。それをやっぱりきちっとしていかないと。 あの余計会社の実態が悪くなってしまうというケースが多々ございますね、はい、その支払いの順序という言葉が今出ましたけれどもどんな順番に何を優先させて払えばいいということなんでしょうか、うん、そうですねまずあの社内ですとです、ね、本来はですね社長さんの給料ですね。はい、これなぜかというとですね社長がですね給料を取らないとご飯も食べられない。うん ふら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 した状態で健康状態は優れないそういった中で経営というのは返し取れないんですよ、うん、ですから本来ならればやっぱり社長がちゃんとね、えー、お金を取ってそして、えー、栄養も取ってそして十分なこう会社の対応ができるねそういう体制、まあ、こういったようなことで考えなきゃいけないんですがね、うん、なかなかあの本音はそういう姿がないと思いますけど、うん、本来はそうなんですねはい。はい 次に、ですねやっぱり今度は従業員の給料とこの仕入れ代金ね、はい、これはやっぱりきちんとしわなければ経営は破綻してしまいますのでえ、2番目には従業員の給料とか仕入れ代金ですね、うんえー、から業者に対する支払い、うん、こういったものはやっぱりきちんとすべきじゃないでしょうかね。うん、それから、あのー、3番目が、高速効果ですね、要するに税金や社会保険料。 まあこういったようなものはです、ね、少しこうです、ね、遅れてもです、ね、そんなにわあわあ言われるものでもないし、はい、もし本当に困ったら役所なりに出向いていって、うん、申し訳ございませんちょっと長期の分割でお願いしますよということもできるわけですね。はい、ですからそういうことも知ってませんとお金のこの支払い方の順序というのはまあ間違ってしまうということですね。うん、でその次ににやっぱりこの銀行に支払うんですがこれまず 元本と金利をですねそのままずっとお支払いしゃられておりますとそれだけ苦しいわけですからなかなかそれが続かなくなるん、うん、こういう時にはあのリスケってございますね、はい、リスケリスケジュールっていうんですがこれを申し込んで一応利息だけ返すよ元本はちょっと待ってくださいとこういう措置も取れるんですね、はい、ですから苦しいんですから金利だけお払いしますから一つ元本は少し待ってくださいよというふうにしていくと 銀行に返済するこのお金が会社の中にとどまるんですね。はい、これをですから先ほど申し上げました社員の給料にしたり業者の支払いにしたりですねそういうふうにして回していってですねまず会社の安定というものをそうして考えていかなくちゃいけないんですよね。うんでこれを今先ほども言っている通り逆の順序でやってるところが多いんですね、はい、まず銀行さん一般のお金から会社っていうあとお金はないんですね。 それからあの取引の業者にもお金払いな、うん、こうなるともう業者も品物入れてくれないとなるともうそこでもう破産状態になってしまいますねですからその辺をですねきちっと順序よく順序正しくですねやっぱり最初は松社長の給料2番目が従業員とか司令のですねお金の支払いそれから租税効果とか最後にこの銀行の解消するんですが。うん まあ、苦しい時はリスケをお願いする、リスケジュールですね。はい。で、このリスケジュールもそんな長くは認めてもらえません。約長くても一年くらいの猶予になるんですね。はい。その間に、本来の利益の出る会社体質に考えを、企業体質を変えると。こういうことをですね、きちっとして。そして、また、その改善とですね、これからの改善するよっていうものを。銀行さん等に持っていくと。いうことですね。で、この間に。 ちっとそれができるかできないか。 が大きな問、はい、なるほどね。はい、いや今お話しいただいた順番支払いの順番を間違っちゃいけないっていうのは確かにお話を聞くとなるほどって思うことがいっぱいありますね。そうですね、まあ、なるほどと思うんですがなんかやっぱりね企業もちょっとこう停滞してきますとなかなか頭頭が社長の頭が冴えないんですねうそうするとやっぱり何かっていうと声ううの大きなところのお金を先に支払ってしまうとか。うん そうすると実際のこの回すお金がなくて逆に企業がもっともっと苦しい状態に陥ってしまうというケースですね、うん、これはもうよくございますまああのお支払いっていうこともありますけれども先ほどのお話の中でその銀行に返すのをちょっと待ってもらったりっていうことで会社の中に資金を貯めてまたそれを活用するというところもお話出ましたけれどもじゃあその立て直すための会社に資金を貯めたその資金をじゃあどういうふうに 使っていくと、じゃあ、立て直しっていうところまで行くんですかね。うん、まあ、すぐに立て直しとなかなか難しいと思いますが、な、はい、その、の、順番は当然あるんですがです、ね。はい。まあ、無理して、その、金を払う必要はない。 どちらかというとそういった中でお金の有効活用というようなものもあるわけですね。はい、そういったようなところにですねやっぱり着眼をしていただければいいと思います。例えば現在自分のところに1000万の資金しかない、うん、でも今月の末には1500万払わなくちゃいけないとなるとです、ねはい、じゃあその500万はどうしますかということになるんですね。はい、じゃあまあ氷菓子が買えるからもう当然そんな状態だと銀行はお金返貸してくれませんから、うん、例えば氷菓子がい買いちゃったりですね、うん これも一つ。また親戚縁者を隠すに回って。お金を集める。うん、こういう方法もございますね。うん、で、そういった中で。どうでしょうか。待ってもらうっていうことも。一つの選択肢にあるんですね。うん、もう手元にないわけですからね。はい、ですから、お金を集めてきて、お払いするというのもいいんですけど。そうすると、また金利っていうものが、どんどん増えていってしまうんですね。そうする、ね、と、一番苦しいくなるんですね。うん、ですから、一つは、そういった意味で。ヒットした、順序立てをして。 間違いないような支払い方法を考えるということがベターじゃないかと思うんですね、うんで。まず一番最初にやっぱり手形を切っているところはですねやはり手形はちゃんと支払わなくちゃいけません、うん、これあの100%ないと不当たりになってしまいますので,、うん、でこれ不当たりを2回起こしますと、まあ、一応倒産のぼりに入ってしまいますのでですねまずこれは手形をまず一つ一番先に落とすと。が、うん、その次はあの従業員給料ですね。うん でこれもあの今は全部お金ないわけですから例えば50万取ってる方にですね、うん、とりあえず25万だけお払いしておいて、うん、あと25万は月末の入金があった時に下級速やかに話しますよという形ですと、まあ、半分で済むわけですね。うん、その会社不足した手続きには必ずお払いし,してあげないと、うん、これまたいろんな問題が起こります、はい、そういった中でですね2番目やっぱりこの従業員の給料。 それから3番目はやっぱりこの材料代ですね。やっぱり業者等の材料代。これもやっぱりですね、今100%払いたいんですけどお金がないわけですから、やはりこれも50%ぐらいお払いをして、50%は月末なら月末までに払うよという約束をした上でですね、待ってもらうとかね。 そしてこの在庫処分したり売上金の回収ができた時にですね、まあ、これも下級速やかに払ってあげるということですねだいたいこのくらいはまあ長いお付き合いしてますと、うん、まあ待ってくれる業者が多いんじゃないかと思いますね、うん、それでもやっぱり日常のきちっとしたお付き合いこういったものが 物を言うんじゃないいかと思いますね、うん、でやっぱり50%ぐらいは払ってあげないと小さなそのお取り下げの業者だと潰れちゃうことがあるんです逆にね。はい、ですからあのきちっと半分から60%ぐらいでしょうかね450%は月末までちょっと支払いを伸ばしていただくとかねそういうようなことも必要,だ必要になってきますね。うん、だから次はあの普通会社をこう維持しておりますあの最低必要限度の経費、うん、まあ電気代ですとか水道代とかね、はい、ガスとか。 こういったぐらいは例えば1か月遅れても、ね、そんなにこの業務に影響しないんでね、うん、えそれからまたそんなにャーガーも言ってきませんので、うん、1か月くらいはこれまた遅れても一体し方ないかなということですね。それからあと金融機関にですね、えー、例えば先ほど言ったリスつけをした具合で金利だけですねこれはあの確実に払わないと。 あの銀行もやっぱりその企業を差別しておりますので、うん、また後ほど申し上げたと思いますが、銀行でいう第四分類と言って、もうこれから絶対お取引しないとか、それからお金は貸さないよというような分類に入ってしまいますので、リスクをした上でも金利だけは定期的にきちっと支払わせる、まあいうようなことですね。そ、うん、れからあとはあの租税交換ですね。えー、これはあの租税税金ちょっと遅れても営業には直接 影響しませんので。はい、ね、こういったことを、ちょっと待ってもらうと。うん、でもあんまりこう待たせますと、差し押さえって言っても、ございましたで、ねはい、そういったものも、起きますので、うん、ほとんどのところで、ね、うんうん、よく相談をして。分割にしてもらうとか、はい、まあ、いう,ような形でね。やっていただければ、うん、それなりに、あの、持っていくのかなと。いう気がいたします。うん、はい。はい、うん。で、ちょっと先ほど申し上げました、あの、銀行のですね、区分っていうのがございまして。四つにだいたい銀行は、あの、その企業を。 分けております、はい、一番ちゃんといい企業銀行がお金を貸したいなという企業ですねこれが第一分類というんですが、うん、これは元金あるいは利息ともですね約定通りにカチッと返している会社、うん、こういうところには銀行お金貸してくれるんですよね,すね貸してあげたい会社ですねはい、はい、これは第二分類として利息のみ約定通り返済している会社、うん、先ほど申し上げました利息はこの第二分類に入るんですね から3分類というのが利息の一部のみしか返済しない会社ですね。うん、から第4分類とというののははは今度は元本もも利息の返済っっている会社これはちょっと問題になりますね、うん、ですからこういうところにはもうお金は貸してもらえないということになりますので先ほど申し上げました利付という条件の中で利息のこの返済だけはきちっとしておくということがですね大事ですね。 そういった中で自分の会社の立て直しをどうするか新しい事業計画をどうその間で作ってしまうということが非常に大事になってまいりますいや本当にお金の使い方払い方ってやっぱり一番重要なところですよねえもう企業はですねこの日本も資本主義でやっておりますのでやっぱりお金が ねえー、なんとかの切れ目ということも言われておりますので、ねうんはい、非常に、えー、大事ですね、うん、ですから赤字ががずっと続いいいててても資金が続いておれば倒産しないんです、うん、でこの資金が切れるとですね、まあ、基本的にはこれは倒産ということになってしまいますので、うんうん、やっぱり企業経営で一番大事なのはやっぱり資金ご両どう作っていくかと。 ことが大事なことになるほどね,ね、まあ、最近の経済少し上向いてなんていうお話もあちらこちらから耳にはしますがでも一方でまだまだね、えー、大変な状況が続いているなんていうところも多いと思うんですけれどもこれからとか今、えー、今後考えていかなきゃいけない経営うまくいく。 その方法というんですか天本さんがいろんな方にお話しされている内容としてはどういったことがあるんでしょうかそううですねあの、まあ、こういった今デフレ代ですのでこういった時にはまあ縮むということね、はい、拡大ではなくて縮小するような経営ですね<ー>、えー、これがやっぱり成功させていくんじゃないかと思いますね。例えばいろんな皆さんあの、えー、衣服の中でのゴムを使ってますね。 そしてゴムを、ね、縮むんですね縮んだり伸びたりするからゴムの役目をして我々の意識をこう支えてくれたりしているわけですね、はい、ですからそういった中でですね会社もやはり縮んだり伸びたりするような経営ですねこれがやっぱり心がけないといけないんじゃないかと思いますねうんでもう新築自在に経営をそういうふうにしていけばこの破綻っていうことは起きないんじゃないかと思うんですね でやっぱり誰でもこうジャンプ伸びる時にはジャンプする時には一応身をこうかがめてこう縮むじゃないですかはい、はい、そうするとパンと力強く跳ねられるんですねうんこの縮みのバネですねこのバネを経営として経営のバネをこう強くするというようなことがですねこれはやっぱり人物かお、ね、情報ノウハウを見直してですね、うん、そういうジャンプ力をパンとつけてャッと飛び上がれるうんこの経営のバネってのは非常に、えー、大事だと思いますね。う だからあの中小零細企業ですとすごくやりやすいんですね、うん、この変換がですね、はい、大手になりますと、もう阻止が硬調化しちゃって大きいから、すぐにこう小さくなったり大きくなったりできない、うん、ですから中小零細企業でしたら、そういうことは速やかにできるんですね、うん、ですからこれはあの中小の逆に言えば強みじゃないかと思いますね。 縮むっていうのはすごい発想だなと思いました。うん。まあ、どうしても人間で、ねうんえー、発展発展って考えますけどね、はいはい、戻ることも重要なんですよ。うん,うん。これはやっぱり非常に重要なことですね。はい,はい。前前と行くのも結構ですが、うん、やはり一応反省してみて、一応ストップするのも大事だし、一応戻ってみるっていう、また原点に帰ってみる。 まあこういうようなことがですね経営の中では何回か何回かこう繰り返されて、えー、やら,られないことかがいいですね。うん、ですからこういうデフロの環境の中ではやっぱりこう縮むというような考え方も頭に置いた経営をされるとよろしいかなと思いますですね。具体的に例えば縮む経営っていうものはじゃあどういったものなのか教えていただいていいですかそうですねまあ,あの基本的にはですねこの非常にこの現在のこういう厳しい環境の中でですね やっぱり小回りの効くというかな縮むって小回りの引いたような経営ですね、はい、で私どもよく言ったんのはこれは私はあのゴム経営と言ってるんですよでこれは実際にこう会社の中で取り入れて実際にそれをその通りやっていくと、うん、いうことになるとこの会社にね無理というものがないんですね、うん、無理がないような経営ができるということでまずなどういうことかと申し上げますと一つはね まあこれは問題もあるんですけど借金をしないと、うん、借金なしできれば自己資産、うん、自己資本ですね、うん、とこれを借金ないと先ほど申し上げましたリスケもすることないしね、うん、それからあの有給資産の売却ですねこういったこともしていけるしそれからあと手形がない手形を使ってないとこれは手形倒産になってしまうわけですね。うん と手形っていうのはやっぱり使い方で先ほど縮むと申しているんですが、このデフレ自体についてはあまり手形は使わないですね。インフレの時にはこの手形はですね、現金がなくても約2.5倍の経済効果があるんですね。ですから手形は皆さん使いたくなるんですが、はい、まあこういう環境ですとむやみに手形はない方がいいとですね。うん、だからあとはあの皆さんいろんな形で自分を誇張するために。 店舗をおいしくしたりしますねここで無理がありますとですねなかなかこのの固定資産経ののがうんですねだ、うん、からこういったものを店舗もないとかね今はいろんな形で電話ですとかそれから通信販売ですとか、うん、いろんなことがありまして店舗がなくてもできる経営の時代になってるんですね。ですからそういったようなところであんまりその店舗にお金はかけないんですね。 これはあの在庫がありますとそれだけ資金を寝かせますのでこれは運転資金の固定化になってしまいまいすそれからあとは本社ビルのですね普通みんなあの会社を持つのがだ資産として持つ分にはいいんですけど形状ですね一つの会社を持っちゃいますとその範囲内で会社のこのスケールが決まっちゃうんですね。ですから大きくなる時には大きな会社の日でもいいし。 小さくなった時には店舗小さくするとかね、うんうん、本体そのものも小さくするとか、こういったようなのがこの変動経の中で大事ですね。うん、ですからこういったようなものにお気をつけていただいて、この私が言ってる五部ですね。そして経営の固定した経営から変動経営というようなことに移行するということが非常に大事ではないかなと思っております。もっと他にりますが、サインなしとかね、作、はい、用者なしとかね、 それから固定電話なしとかね、うんうん、まあ、こういったような形でもですね、現在は自由に。この経営ができますので、そういう方法もですね。こういう環境の中では、必要ではないかなと思います。まあ、固定電話なし、最近は本当にあの固定電話のない環境っていうのも増えてきましたよね。うん、そうですね。もう、ほとんどいらないんですよね。あの <laughs>、えー、もうあれは、あの、なんて言うでしょうかね。 お飾りみたいいななものになってしまいますね、うん、今みんな携帯を持ってますから、うん、その方が早いわけですから、うん、から iPhone を持ってますね、はい、まねそういう環境の中で経営をされるという方がこう非常に経費がかからなくて利益が出る、うん、そういうような経営の発想これも一人に重要じゃないかなと思いますね。今ね縮む経営ということでまずはまあ自己資本の中でというようなお話もありましたけれどもそうは言ってもやっぱり、うん その縮んだところで次にジャンプっていくためにはやっぱり資本が必要だということで銀行さんにっていうこともやっぱり必要になってくるのかなというふうに思うんですがうん、うん、じゃあ,、ね、あ銀行とうまくじゃあ付き合っていくにはどうしたらいいのかなっていうところについてはいかがですかそうですねあのやっぱり銀行さんはにですねやっぱりあの仲良く日常ね自分の会社の状況お話をしたりえ自分の会社のいいところを見てもらったり まあそういう努力はずっと続けけななくちゃいけないに、ねうん、企業のですね非常に危機状態の会社をよく見ていますとね、えー、そういったとこまずそのキャッシュフローで、あの自分の利益でこうお金を回してる中の範囲がどのくらいあるかキャッシュフローを経てキャッシュフローがどのくらいあるかということをまず掴んでおかないとちょっとうまくないなっていうことができますね。うん、でキャッシュフローを掴んだ上で資金の流出、 これをなるべくく少しずつ抑えていくといとうこことですね。まあ、こういったようなことも必要ではないかと思うんですね。ですからそういった中でこのそのままのばしておきますと借りがどんどん増えたりしまして金利がどん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 増えていくということですね。まあ、そうなると徐々にの会社がです、ねえー、田んぼもなくなってしまうし危機状態に侵されていくということは、まあ、目に見えてますね、うんで。まずそういったときに一番下を引くとのは銀行の返済のこの減額控除。 先ほど申し上げました、あのう、リスクですね。うん、これをして、えー、内部留保ができるような状態にするとかですね。から、まあ、銀行融資が出ないのはですね。大体業績が悪いから。銀行そのものは、もう十分生じてるんですね。うん、ですから、あのちょっとやそったらで、お金が、出ません。ですね。ですから、そうした中で、やっぱり企業としては、な。あの悠長なこと言いられ、いってられませんのですね。このリスクに対する誤解をあの取って。 んとかあそのリスケを頼み込むとということですねそれからリスケというとみんなちょっと何ちゅうかなあの嫌なイメージを持っている方がいらっしゃるんですね。と、はい、いうことはあそこはしゃれが悪いよとか止まったよとかねうん、うん、それから社会的な評価とかお取引先がで何とか言われるんじゃないかとかねうん、うん、そういう変なう気持ちが持ってますとリスケということに対してなかなか 積極的に取り組めないんですけどもやっぱり会社を守るという意味ではね死ぬか生きるかという点ではやはりこのリスケということをまず銀行にお願いをするということがまず大事ではないかなと思いますね。そして企業としてはですねやっぱり事業の改善これはの改善というのは事業の選択と集中ですねこれはの詳細な経営分析を行った上で利益の生まない事業の廃止とか縮小 または将来にわたって安定的な収益が認めある事業こういったものを強くするでこれは私が言ってるのは自社の強みの強化するということですね、まあ、そういったような形でこの業務の改善というようなこともしなくちゃいけないしそれから業務の改善とはですねやっぱり利益の拡大それから売上げの向上から売上げ価の圧縮経費の削減によってですね この利益が赤字であれば、この黒字化を図るで、黒字であればまた黒字の幅を大きくしていくというまあ、こういったようなことをですね。業務会場の中で取り入れて賃料計画を作るということが非常に重要なことになってまいります。うん、いろ,いろなことをまあ考えて、リスケジュールリスケもお願いしたりとか。とか、業務改善考えに考えて、銀行さんとやり取りをやっぱり重ねるということが。 重要ななのかとと今ちょっとお伺いいしてて思いましたねそうです、ね、だから銀行さんに今ですね、まあ、あの自分の会社をよく知っていただくということですねですからあの毎月決算月次決算とうんですけど、はい、持ってね行って今の状態はこうですよとか、うん、そういうことをよくきちっと知らせていくということですね、うん、まあそういったこともしておかなきゃならないんじゃないかと思いますね。うん、はい そう言っても、なかなか銀行から融資を受けることができないという会社も出てくるのかなと思いますがそういった場合はじゃあどうう。すすればいいいんででししょう、えー、難しいですね,なかなかねで。やっぱりそういった場合ですと、まあ、いろんなあとお金の調達方法ということがいろいろ出てくるんですが、はいまあ、そういうこまでいってしまいますとです、ね、いろんな形であの税金やです、ね、今度社会保険、うん、こういったものもやっぱり滞納してしまうような。 場合がございますね。うんうん、で、こういった場合はやっぱりどうしなくちゃいけないかなっていうことなんですが、はい、で、やっぱりこれ払わなければいけない問題ですから、うん、国民の義務でございますね。はい、これはあの考えたて,てもやっぱりしょうがないんですね。うん、ですからこれはあの税務署はですね、社会保険事務所はですね、いくらこう対応してそのうち払おうそのうち払おうとしてるんですが。 まあ、なかなかそれはいつまでもそういうふうにしては許していただけないんですね。うん、でこれは必ずそういった中で、えー、時間が経ってしまいますとこの特捜状が来ます。はい、もっと早く離れなさいという形で何回も何回も来ると思うんですね。うん、そういった中で早くこの才能をね解決してくださいよという形でプレッシャーかけています。でも特促状が来たからといってですねお金がないわけですからなかなかあお払いできない。うん また少し,しょうがないからほっとくとこうなりますとですね、えー、今度はこの税務署や社会保険事務所はですね今度は差し押さえというような形が決まります。はい、でこの差し押さえますよとあなたの財産をし押さえますよと言ってまずその不動産ですかがあのその対象になりますね。うん、で不動産を持ってればいいんですけども不動産がない場合ですねこれは何かというと。 今度はやっぱり売りかけ先ですねのお金を抑えてしまうとかねそういう中でですねそういったところを狙ってくるんですねそれからあの保証人になっている保証人の,あの債権をですねそれを抑えるとかまあこんなような形でどん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 こうプレッシャーをかけてくるわけですね。からあと売りかけがこの差し押さえになることによってまず会社が続かなくなるんですね。 まあこういった中でここまではなくなるべく避けた方がいいと思いますけど、えー、その場合もやっぱり早く相談に行くことです。え、こういったところはお役所ですから、別にそのね、その人間をどうこうすることはないし、やはりルールを作ってくれますし、いつまでねお払いするんですとか、じゃあ毎月少しでもいいか入れてくださいとか分割ですね。うん、まあこういうようなご討ちをしてですね、なるべく早くこの対応、うん、がなくなるように企業努力をすると。 うん、いうここととが非常に大事なことですね、うんまあ、銀行からはお金を貸してもらえないでこういった税金とか社会保険料は払わなきゃいけないということになるととにかくなんとかお金の手立てをと思っていわゆる高額の利息を払わなきゃいけないところからお金を借りてなんとかして払わなきゃって思う経営者の方もいると思うんですけども多いですね。はい、基本的にあの銀行からその買い入れができない融資を受けられないとなるとですね、うん やはりそういったところでですねやっぱり小売からお金を借りてそしてまあお支払いをしているようなケースもよくございますで、これはですねやっぱり銀行さんのはまあ金利は2,3%なんですが、うん、小売の証拠ローンとかですねなりますとやっぱり10%以上のその金利を取り払っておられますので非常にあの企業としては苦しくなりますね、うん、ですからそういったことをしないようにしていかなくちゃいけないんですが やはりどうしてもってことになりますと消費者金融からお金を借りてで会社長個人で借りて会社につぎ込むとかね、うん、まあこういったケースはあのよくある例でございますね、うんはい、そうするとなかなかあの10%以上の金利ですとなかなかあの企業の収益から利息を払うってことが難しくなってきて、うん。 でままたあ借り入れをしてしてうとか、ね、うでそうなるとどん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 雪だるま式にですねその限りが増えていってしまって、まあ、倒産に陥ってしまうというようなことになりますね。ですから非常にそういった中で経営が窮地にいったところの経営者はやはりそう今申し上げました商工ローンとか消費者金融とかあるいは銀行さんのカード売り ローンとかねクレジットカードキャッシュですね、はい、キャッシング、まあ、こういったことをお金を借りてですねそして企業に追い込むというケースがございますね。うん、でやはりここまでするっていうことがもう私が言ってる究極を過ぎてるんんじゃないかと思うんですね、うん、この前になぜもう少し手を打たなかったかっていうことと、うん、ここまでに行ってしまったらばもう会社は辞めた方がいいよと。 いうようなですね、はい、であったことも考えられます立て直すのが大変だということですよね,うすね、えー、もうあとは自分の身をどうするかというところまで行ってしまうんじゃないかと思うんですね、うん、はい、そういうことが心配されますということはそういうところからは借りないで何とかできる手立てをっていう早めに考えようという、はい、そうですねまああのそれだけはやはり要注意ですね彼らあのお金貸しのプロなんですうん ですから通常でいう通小のです、ねえー、経営者がタッチできるようなノウハウはなプロですから非常にすすごいノウハウハを持ってます、まあ、前ちょっと問題になりましたけどあの目の玉を打って金返せとかっていうようなねこういう問題も起きたことがございますね。ですから非常にそういったプロですからでそして会社の経営者を詰めていってその資産を分取る いうところに目的を置いてますので、うん、非常に怖いんですね。うん、帰国をしちゃっいますから。銀行さんは、まあ、そこまでいませんので、やはり、あの、ゆっくり、やっぱり、お話をすれば、分かってもらえますので、うんまあ。その辺の差があるので、なるべく、なるべく、でも、絶対に、こういうところに手を出すな、ということ言いたいですね。うんえー、出すんだったら、もう会社はしめた方がいいんじゃないの。 いうくらいなところまでございますね。はい、なるほどね。いやそこをでもきちんとあの抑えてる。ここまではいいけどここから先はダメだっていうのをやっぱり経営者の方が強い意思を持って、うんはい、考えていただけるといいのかなと思いますね。うん、そうですね。やっぱりですからそういった中で、あの通常ですね、ちょっと経営の危険状態っていうのがよくあるんですね。はい。それを見落としてしまうとそれを過ぎてしまいますので、今現在 お話したような状態に陥ることが多いんですね例えばですねしてはいけないことなんですがこう注意事項として聞いていただきたいんですが、はい、まずそういった消費者金融からですね借り入れをしてるってことを、うん、ま銀行に隠しているようなことねうん、うん、それから前の前期の決算に比べてですよ借り入れ金がですね増加しているのに現金預金がないという状態そしてこれはもう計算書を見ればすぐ分かるんですけども。うん こういったような状態が出ないかどうか、うん、それからあの、まあ、第三者保証人を立てても、ねえー、こういった融資を受けようという考えているのかどうか第三者の保証人を立てるということはその人に全て責任が入ってしまうわけです、うん、ですからこの第三者保証人こうい人は、ね、非常にこれ大変なんですね、うん、ですから第三者保証人を立ててまだお金を借りるということのを考えていることは 相当苦しいといととうことですのでお気を付けいたただきで逆に申し上げますとですから他人のね保証人には絶対になるんだということこれは連鎖倒産ということもございますので、はい、必ず自分を巻き込まれてしまいますので、うん、まあそういった中でこの保証人の問題ですね。企業、うん、の人は特にあの職論などはこういった保証人をしっかりした後立てればあと取りっぱりがないんです。うん、もう本人は まあ、経営がうまくいってないん誰か,ここから取るかあったら保証人から、うん、もう心狙ってるわけですからですからあのいい保証人をつけなさいと、うん、こう言ってきますそれに乗ってしまってお金が借りると言うとやっぱり金利がかさんでいってなかなか自分の思うようにいかなくなってくるということがございますね。うん、からあと、まあ、日頃先ほどもちょっと申し上げておりましたけども従業員へのね給料が支払いが遅れるとかねうん。から仕入れ先とか外注先 まあこういったところで支払いが少し遅れるとか待ってもらうとか状態これはもう初期ですよね、うん、こういう状態が発生してくるとこの辺のところで手直しをしておきませんとだんだん深まってしまいますので、うん、この辺なんかあっ物価だうちはおかしいななんでお金が今回ってこないんだということをよく考えないといけないと思います。それ、うん、からあの名目上ね会社から給料もらってるんですが実際は社長給料取ってないとかね、うん、まあこういう場合が多いですね。 れから,赤字をやら,やらざるを得ないいほど財政が悪化しているもうそもそも分かってても今の資金繰りのためにどうしてもこのお仕事をしとかなきゃいけない、うん、そこでまあやるとなるとま,あこれでこのこのまたこの仕事で赤字が出てしまう,うそうすると赤字がまた増えていくわけですね、はい、ですからもう赤字覚悟で仕事を取るっていうところはもう相当そういった資金繰りが窮地にな,るな,なってるなてこところだということですね。うん それからあとあの借り金が大体いい月少の6か月以上存在するということはもう危険ですねですからその辺もちょっとよく調べていただいて自分のところがどのくらいかなそれ以上もりるともうちょっと何かね大体倒産法に向かっていってしまう返済できない数字ですよということになると思いますね大体だから6か月以上存在しているかどうかということも一つのバロメーターとしてえお許いただく必要があると思いますね。はい、はい まあそのほか社長、まあ、お金あればですけども、うん、その会社にどん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 積み込んでいってしまうです、ねうん、本体、会社と個人とは違うわけですから,、はい、だから本来です、ね、会社に積み込んだものは会社に貸付金として必ず回収するという,、うん、いうふうなことですね、うん、入れっぱなしでするとずっと帰ってきませんので、まあ、経営者そのものが甘えてしまいますしね、うん、まあそういうこともあのできていますので、うん、まあそれも気をつけていただきたいところですね。こういったものを常に 客観的に見てチェックをして、判断をしていけると。まあ一番。大変な状態になる前に。えー、考えて、何とかしなきゃっていうことに。動いてくるということにもなるんでしょうね。そうですね。まあ、くそ,うでその通りです。から、あと、気をつけていただきたいのが、あの。運転資金ですね。はい、会社の、やっぱり通常、会社を回していくための運転資金。っていうのがございますね。はい、で、銀行にやっぱりこう、申し込むために、ちょっと運転資金。 だか,からこれ運転資金と、まあ、今に日常の的に使っていく運転資金とそれからあのりる時に今度設備資金として,ってなんか機械を買ったり、はい、工具を買ったり自動車を買ったり、うん、なこういったのがこれを設備資金というふうに呼んでますね。うん、ですから先ほど申し上げたようにですね運転資金だけって言っても一つだけじゃないんですよね。 で運転資金の中でも貸したいところと貸したくないところを絶対貸しあのもう貸し融資しないというようなところで,です、ね、銀行さんもこれ青黄色赤というような形で、ね、これ色分けしてるんですね。はい、でやっぱり一番必要なのがです、ね、通常一番貸しやすい貸してあげたいというところこれは通常の運転資金という中でこれは何かというとこの売り上げを現状維持する場合に。 工場的に必要なあの仕入れ資金とかね経費の支払い資金で申し込んでくる場合については銀行さんもまあまあ青色だなっていうふうに考えてますね。それからあと,増加運転資金というのはございますこれ売り上げが増加する場合や決済条件が変更して生じた場合に必要となる資金ですね。うん でこれはあの売上がこと増えればやっぱり資金がどうしても必要になってくるわけですんで、はい、こういう状態で、えー、増加運転資金として、えー、ご意思くださいいうことになると、でこの辺まではだいたい銀行さんも先ほど言った青色ですね、貸したい資金、うん、貸したい融資という形であの積極的に対応してくれますね。からあと三番目がだいたい商用資金っていうのはございます。はい、これはあの夏季とか冬季に従業員に ボーナス、えー、これの資金として調達をしたいということですねでこれも下級速やかに、えー、売り上げがあったらお返しなくちゃいけないんで期間も短いですねですからそういった中で、えー、そういったボーナス資金もかしますねそれからあと決算資金として決算しますとですねお金がないんですけど利益出たような格好な決算が出ます、はい、それからまた株主に配当しなくちゃいけないとかね だから役員商用も取らなくちゃいけないという場合に手元に資金がない場合これはもう決算資金としてまあお借りをするということですね昔こ,これはもうそのお金が入ったらすぐ返すよという形でまあ短期の借り入れにありますねそれからあと季節資金というのはございますこれは季節によって仕入れがちょっと増えたりですねなるような場合ちょっとお金が足んないんであの冬物がバンと買わなくちゃいけないんでちょっと資金を調達したいというのが大体これはあの 季節資金いいいいうのがごござざまますす、まあ、その他いろんな運転資金がございますですけど今言った一応最初に挙げた経常運転資金と増加運転資金これは銀行さんもね、えー、まあまあいいでしょうっていうふうに言ってくれると思いますけどあと、うん、ボーナスとか決算とか季節資金これはちょっとという黄色のシ色の、うん、シグナルですね。うん だとまあと6番目はその他の運転資金手形決済するからお金がないからとかね買いかけ金の決済をするとかこれはもうお金がないのに見えてますから銀行さんもこれは赤印であんまりこういうところには融資しないというふうな形で。 言われてしまいますね、はい、なるほどねもうあのそうやって申請をしたり相談をしに行く時にもこの目的とかそういったものによって、うん、その銀行の対応っていうのもやっぱり変わったりするわけなんですね全くそうですねやっぱりどういうお金の使い方をするのかという形でこれはちょっと使用目的とそれからまあ返済見学ですねこうんはい、いったものを全部つけてそしてできる限り向こうの銀行さんの担当者が あの倫理書を書けるような、ね、書きやすいような書類にして持っていくっていうことがコツですね銀行の場合ですとどちらかというと、まあ、書類の世界ですね、うん、ですからあの書類担当者がきちっと書類が書けるようにうまく書いてあげると、まあ、ちょっと有利に展開できると。うん いいいいいうようななことととももごござまますすねねその辺もちょっとご留意たただき思ですねでそしてあの先ほどちょっと縮むという言葉が私すごい残ってるんですけども<ー>そのじゃ縮むのに借り入れはいらない、えー、でも次に向かってその伸びるためのじゃあ借り入れをしたいそういうタイミングとかっていうのはどういう感じで判断するといいんでしょうか そうですねやっぱりそれはあの、まあ、いろいろな会社の状況とか伸びるという時ですかそれからまあ季節の変動だとか,それから景気の変わり目だとかそれからあの今,今でやってますと、まあ、政府がやってますね経済成長の中のその分野に自分が入ったとかね、はい、そうするとどうしてもお金が先に出てきますのでそれで仕事でそれでうまく仕事を回していくということ。うんうん、そそのの時に資金がないとそれその 業界に飛び込んでいけや、うん、いやそうした中で縮んでパッと伸びと分かりやすくばこの社員教育もそうですね伸びるこれから経験が変わっていくんになった時にその以前に社員っていうものをちゃんと教育しておくと、うん、とバンといった時に社員も力を出しやすいんですね、うん、そういうふうな形でこうじゃないでですね縮む時にそういうことをきちっとしとく準備をしとく。 ですね。そして濃くなったらバンと飛び出せる。まあこれもやっぱり決断が言いますけど、うん、経営の一つの判断する基準の一つになるんじゃないかなと思いますね。うん、はい。なるほどね。なんで常にその社会の動きというものにも敏感にならないといけないということもありますよね。たくさんですね。あ<ー>ま,あまあこういった現在スピード時代ですからその波に乗り遅れないように、うん、やっぱりいろんな情報を集めて。 それを自分の課金要因をどうマッチさせるかということを考えながらやはりこれを経営をしていきませんとね、うん、時代遅くなってしまいますし、うんね、一生懸命やってるやってるって言ってるんですけどねやっぱりそれは金増しちゃってるんですよね。本当に経営の結果に出るまで皆さん本当に努力したのかということを言いたいんですね。そ、えー、それをすればそれすばなりのものもが。 出てくるんじゃないかと思います、ね、や本当にどのね会社であっても、まあ、倒産したり破産したりということなく、えー、成功していってほしいなと思ったりもしますけれどもこの倒産ってよく聞く言葉なんですが、うん、一方であの破産という言葉も出てきたりするんですけどこれは会社としてはあのどういう状態になっていくんですか、はい あのーまあ、倒産というのは、ね、先ほどちょっと言いましたけど6か月間にですね2回の負当たりですね、はい、手形の負当たり2回で出してしまうと銀行はこれは銀行停止しちゃうんですよ。はい、銀行停止というのは倒産ではないんですけど、うん、銀行にもうお金がお宅は貸しませんと言われてしまうあと自己資本として自分のお金があるんですけども、はい、これはそんなにね、えー、あるわけじゃないんで。 それを使いい切っってししままたらおしまいですかですからまあ一応この銀行後のです、ね、取引停止となった場合がこれでこの一応倒産というふうに言ってますね、うん、はい、はい、だから先ほど言ってる通り手形を使ってなければ手形倒産はないんですですからあまりこのにこだわらないで、うん、やはり現金ですね企業にも規模にもよりますけど,ど、はいえー、そういうような形でやっていく必要がありますねはい この破産というのはね、ちょっとこれまた難しいんですけど、これ破産してしまいますと、もうちょっとあの一人の人間として扱ってないブラックリストに載るような格好になるんですが、うん、これはもう裁判所にですね、もうすべての身柄を預けることになってしまいます。で裁判所にこの破産のですね申請をして、自分の持っている財産資産全部ですね、これを土地とか資産とか建物あるいはまた売りかけ債権などがあれば。うん これ全もう勧していただいてそして勧誘したお金を債権者に平等にですね、うん、3%なら3%パーずつですねをこれを取っていただくとこれはもうあ勧誘人の弁護士さんがそういうふうにやっていただきますね。うそうすると基本的にちっと破産にいたしますともうすべてのね預貯金から当然破産関財人の手に渡ってしまいます。で でもとに今度ね20万円以上のですね大体車も保険金の解約返礼金からここは問題なんですね子供のために積み立てておいた学習の保険とかね、はい、それからちょっとした預金とかねこれは子供のだから。 俺には、俺が、子供だから、ダメだよって言っても、うん、これはあなたがやったんで、ちょっとあなたの資産から積み立てたんでしょ、うん、ですから、これもダメですよっていうような形になってしまいますね。非常にその辺は厳しいですから、うんうん、もう破産だけは避けた方がいいと。 なるほど、ね、い,いことにえなるかなと思いますね。<ー>はい、今まで天本さんがいろんな経営者の方とお話しされてきて、やはりあのここがその経営者のポイントなんじゃないかな、肝なんじゃないかなっていうところは、じゃあ最後ちょっとですね、その辺をあのお伺いしていきたいと思うんですけれども、いかがですか。そうですね。やっぱりうんまあケースに強くなると言うんでしょうかね。特に資金繰りですね。資金繰りをうまく経営の場合はやりませんと。 どうしても破産とか倒産とか可能性ありますとはやっぱり人はもう入れたり立ったりしてから事業も、うん、伸びたり死んだりしますんでやっぱり経営者としてはあのお金にやっぱり強くなるそれからやっぱこういう場合はこうだとかねこういうケースはこうなるということをそのやっぱ知識として持って経営をしていかないと生半実家では やっぱり今言った破産とか倒産とか、ような受け止めてしまいますので、やっぱり。ええ、人、物、金、情報、ノウハウの中で、お金をね、あの、きちっと管理する。いうことが大事です。はい、なるほどね。やっぱりそこなんですね。そうですね <laughs>、えー。やっぱりお金がないと何もならない。<laughs> できませんけどね、えー。で、それはやっぱり、できたら、あの、自己資本で回せるような。ことが一番ベターだね。 えー、多年資本ですとどうしても金利がつ,くついたり、うん、また返済しなくちゃいけないんでね、まあ、そういった中で会社としてなるべく自己資本の強い企業ですか、うん、多い企業ですねなかなか日本の企業ではありません、うんはい、ですからそういう企業を目指して経営をしていくということですねで、うんはい、すから決算書の中で私だけじゃないですか自己資本成長率つつの各会社で見てるんですね。はい、今年は3しかなかなった と来年私が来て診断した時には5%になってたの、はい、と経営者褒めてあげるんですね、うん、で先生が言ったから俺一生懸命自己資本増やしたんだよって,、うん、って言うんですねで本来は30%ぐらい欲しいんです、うん、30%自己資本で70%は借り入でいいんですね、うん、と銀行は黙ってで金返してくれますこれはまあいい会社だな、うん、でも日本のその企業はそんなございませんよね、うんうん、せいぜいあっても10%で それからあ小さなことは2%とか3%ですねあるいは債務超過のところもございますねですからやっぱりそういった中でそうならないようにあの資金繰りにですね資金管理をするとか資金のね、えー、資金繰りをきちっとやっていくとか、ね、日頃のそういうこところが。 非常に重要ですねじゃあちょっとね経営について改めて今日聞いていただいた内容であじゃあこういう時はどうなんだろううちの会社はどうなんだろうって思ったらぜひですね全県経営指導センター天本さんのところに相談に行かせていただくといろんなご指導もしていただけるとそうですね、ま、だか早めにね、はい、<laughs> 早めにしていただいた方がベターでいい指導ができるんじゃないかと思いますねなるほどね。はい、はいはい ホームページなどもあります。全県経営指導センター、天本武さんでインターネットなど調べてください、えー。ぜひね、ホームページを見てコンタクトを取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。今日は経営について、もう本当基礎というところかもしれませんけれども、様々なね、経営者の方々に役に立つノウハウを教えていただいたと思います。今日は全県経営指導センターの経営学博士、経営コンサルタントとして30 10年以上にわたり大活躍をしていらっしゃいます天本武一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。